こんばんは、どうも。やっほー。ね、扉かわいいよね。ハウステンボスの写真。こんばんは。こんばんは。どうさとしさん、なんかありがとう、芋虫。え、ハマさん卒業？マジ？マジ？え？なんちゅうタイミングに私は。あら、そうなんですね。ひょうとさん結婚してありがとう。ちょっと無理かも。知らんもん、知らんもん。視聴者数6000何本なっとらんで。え、そうなん？ちょっとツイッターで検索しよう。ね、ほんとだ。みんなつぶやいてる。ん？関西メンバーももかさん一人？シェリカさんは？三期生オーディション出てないですよ。三期生オーディションしてるんですか？それも知らないです、私。何も知らないのですよ。ちょっと待って、なんか、もう一個携帯取って。よいしょよいしょ。情報多い、何の情報多いの？よいしょよいしょ。みんな今日何してたの？みんな何してたんだ？何これ芋、この芋虫チョコレートはみたいな、芋虫チョコレートなの？芋虫、何何、芋虫は何なの？仕事、あら、お疲れ。お見立て会行かない、行かないよ。もう全然わかんない、3期生計画立てた。いいね、こんばんは。おう、一善ちゃん、なんか音楽流したいね。 MV イベント、何それ、何そんなもんの、マジでわかんない。この曲知ってるんだ、マッチさん。いきなり考えてた、嘘っぱち、すっごい嘘っぱち。こんばんは。私はね、今日はマジで寝てた、マジで寝てた、ずっと寝てた、ずっと寝てて今アイドルしか知らんと思ってた。まず今日なんか一回多分7時ぐらいに起きたんですよ。で、まあ起きて、多分それが最初。そっから寝まして、あ、それ7時ってのは朝の7時ね。で、そっからずっと寝て、で、うわーと思って、で次起きたのが10時ぐらい。あ、仙台行かなかった、応募しなかった。そう、10時ぐらいに起きて、でもう一回寝て、え、しずごの MV 出演権、うマジ？しずご好きで、え、でそれでまた寝て、起きて12時過ぎぐらいに起きて、で、あ、洗濯も回そうと思って洗濯物を回し、でまた寝て、回す間寝て、で起きてそっから干して、
で寝て、ずっと寝て寝て寝て、今7時ぐらい、6時半ぐらいに、家中をクイックルワイパーかけてお掃除してました。で今終わり、今日の一日。もうやっぱ一生寝てた、こんな寝ることあるんだってぐらい寝てる。ゆきなさん岡山にいないです、働いてます、上京して。マジ眠り姫、ね、姫じゃないよ本当に、眠りババア、ね、自分で言うのもあれですけど眠りババアですよ本当に。恵方巻き食べてないです。すぐ自分で突っ込んだからセーフやろ、どう考えてもどう考えてもセーフやろ待って、もう寝起きの顔ね、鏡で見たらねもうびっくりしますよ、おばさんですもん、あーあーああと思って。シミは、あでもシミはね逆に減ったかもかな、ちょっと分からん、うーんどうだろう、眠りねえ眠りねえか。雪中町はね23歳なんですよ、23歳とまだ2週間ぐらい多分。いやもう本当に顔ダメすぎて早く整形したいなって思ってます。え早くね。あそうですよ、お兄ちゃんお誕生日だったんですよ、お兄ちゃんお誕生日でした、ありがとうございますって代わりに言っておきますすごいね、まだ覚えてる人いいんだね、どこいじるか、目、鼻、口、顎、おでこ。あ、これシズゴですよ、ジョニーさん。これシズゴの曲。今、シャッフル流してます。26歳、誰が26歳？いやなんかもうね目がね疲れ目でさ、そうそうそう、兄さんそういうこと、お兄ちゃんは25になったのかな、そう、これ甘い記憶って曲です。兄は未婚独身、みんな誰かいい女の子いませんか。いい女の子いないかな、兄に会う、結婚してくれる人、兄と。オミは大丈夫かも甘い記憶、甘い記憶、俺は嫌かも、俺もなしなしなし、福留も大丈夫なんでや、可愛いやろ、可愛くないわ可愛くないわ。誰に紹介して、どういうこと、同じだけどどう、なし、女の子がいい、女の子よしさんハートありがとう、
いっぱいありがとう。元気？最近元気？どう？私はね、あったよ。あの、みゆこちゃんに。最近、今年初ありました。あ、でね、みんな聞いてよ。みんな聞いてちょう。あのね、みんな聞いておくれよ。あのね、みゆこが初めてプレゼントをくれたんです。すごく嬉しくて、私は、あ、誕生日プレゼントをくれたんですよ。スクショじゃなくて、誕生日プレゼントをくれて、そう、本当に初めて。ドケチじゃないけど、まあ、みゆこ、全然ドケチとかそういうことじゃなくて、まあ、なんかさ、ほら、なんだろう、アイドルのさ、してない時期だとか、ライブとかによってさ、いろいろ変わるじゃない、お金とかってさ、やったり。ね、いつも大変そうだからさ、もう、そう、いっぱいいつもね、そう、ちょっと多めに出したりとか、おごったりとかしてたんですけど、なんかいつも本当にね、感謝してくれてて、なんかもう絶対あげたいって思ったみたいな感じでくれたんです。もう私はもう、ああ、かわいいねと思って、そう、もうなんかもう気持ちだけでもう嬉しいよと思って、すごい嬉しくて幸せな気持ちになりました。うん、ほんで、だってさ、あの、何、ほんの、なんか、なんて言うんだろう、の、何、その、ゆ、なんて言うんだよ、あれ、裕福ではないのは知ってるわけ。裕福っていうか、なんて言うんだろう、わかる？なんて言うん、今ほら12月いっぱいでさ、終わっちゃったからさ、みゆこも頑張ってるけど、そう、私ほどね、社会人の私ほどさ、あるわけじゃ、私もめちゃあるわけじゃないんですけど、そうだからさ、それをいつも分かってるし、そばにで見てたからさ、分かるんで、そう、そんなみゆこがね、なんかくれたことが嬉しかったですね。みゆこどうだろうね、わかんない、まあみんな見守ってあげてくださいって感じです。空気が動く。うん、まあ、かりんはなんか最近すごい活躍してるね。なんかグループの人気がすごい上がってきてて、よかったねって思ってます。有志伝統。いや、嬉しかった、もう気持ちが嬉しかった。なんかさ、なんだろう、あいつもそのありがとうって思ってくれてたんだって言ったら失礼かもしれないけど、あーって思ってくれてたんだーと思って、それが嬉しい。そう、僕の推し、まあや、ね、やらないだろうけど、でも元気にしてるよ。Good night.
かれた日から順序じゃないことも増えた気がする。牛のぬいぐるみ、あーコロッケ懐かしいね。中もどんな日もいきな、みんな愛されてると思いますよ。そんなこと言ってくれるんですか、そんなこと言ってくれるんですか。私もみんなに愛されたいわ。やだやだ。あ、やっほー、こんばんは、やっほやっほー。まなみのちゃけらんさん、ありがとう。お紅茶、お紅茶なのかな、ありがとう。みのじいさん、かい、ありがとう。愛されてるんかな。いや、全然私そういうタイプじゃないんで、うん、酔ってないですよ、全然酔ってない。愛されたい、うー愛されたいぜ。ねえ、みんな愛されてますか。ふむ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 。あー、そうそう、そう、お兄ちゃんに誕生日プレゼントが、あありがとう。あ、ノイミー流してる、ノイミー流してる。あー、そうさん、ありがとう。お兄ちゃん超喜ぶわ。なみのチャケランさん、お紅茶のお菓子ありがとう、たくさん、愛されやすいタイプかな。どう、でも私マジで、でも確か、でも一番みんなと何同期と関係、何連絡を取ってる人数は私が一番多いとは思うけど、でも私が何だろう、お世話さんしたくなっちゃうタイプからさ、そういう愛されるとはまた別だと思うんだよな。そう、そう、尽くすタイプなんかも知らん、分からんけど。うん、それこそ昨日ね、あの同期のまるまるちゃんと、まるまるちゃん別に隠さなくていいと思うけど、とね、ちょっと電話したりしました。すっごいテンションだった、めっちゃテンション高かった。よしさん、バラチョコレート、バラチョコレートありがとう。バレンタインだね、もう。そう、ミク、ミク、ミクとね、ミク一瞬、マジで数分だけだけど、そう、うん、なんか、うん、ねえユッキーなーみたいな、早く会いたいよ、もうラブーみたいな、そんなテンション。もうね、ミクね、なんだろうの、多分もしもう、まあなんかその多分アイドルとかすることはないと思うけど、ないわかんない、まあもしかしたらあるかもしれんけど、みんな多分もし次見る機会っていうか、なんか会う機会とかあったら、びっくりするよ。あのね、なんだろう、すっごい明るくなった。もともと暗い子じゃないんだけど、なんか本当になんか もっと明るくなって、私は幸せ。ミクは今 18？ もうすぐ誕生日じゃんね、次、もう次19、わかんないけど、なんだろう、なんか声の調子とかもすごい明るくなったし、なんかね、なんかすごい良かったと思って、元気、なんかもう
一時期すごい心配だったから、明るくなってすごい良かったって思ってます。幸せ、私は嬉しい。そんな感じ。そうそうそう、体調とかもそう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 なんよ。あの卒業してからもまあなんかあれあんまり言うのあれだけど、いろいろあったので、みくちゃん体調がね良くなかったりとか。そうそうそう。わあ、お仕事行ってらっしゃい。なんだっけ、渋谷のバーのバーの店長だっけ、何なんだっけ。いつか行かないと。あれ、わあ懐かしいこの曲。ねえママ、やなすアプソンスジ。そうです、頑張ってね。ファイティン。やっちゃちゃらゆ。ねえ幸せになってほしい。わかる。ね、私も幸せに。なりまーす。なりまーす。はい、次のさん、もう結婚。もう結婚。そう。結婚だ。レッツゴー。はい、結婚しよう。きのちゃん元気元気元気。今度会う。幸せって何だと思いますか？幸せって人それぞれだと思います。幸せだと思ったらそれが幸せです、どんな形であれ。深い深い深い、全員深い。モモタッピーに会うことあるけど、会っても嫌ですね。のんちゃんのんちゃんのんちゃんもね、この間話しましたよ。深すぎる。そう、きのちゃんとねもう遊ぶ約束してるんですけど、きのちゃんがねもうスーパーお忙しいというか、なんかスーパー常にどなんか土日とか埋まってるんですよ。だからもう数ヶ月前に予約を入れないと空いてないんですよ、きのちゃんつう人は。うん、本当にもうモテモテなんでね。そう、でもきのちゃんはもうなんかもう本当にモテモテなんで、もうお友達からもう好かれて、本当に愛されてる人だから。そう、私となかなか遊んでくれないんですがね、もう。もうきのちゃんマジでスケジュール取れない。そう、本当にそう。旅行とか行きたかったのにな。来年旅行行こうかな。そう、本当に高級レストラン。売れっ子なの。私も売れっ子になりたいのに、なんでこの土日てか先週もうちさゆっくり寝てた気がするんだけど、なんで今週もゆっくり寝てるんだろう。なんでずっと寝てるんですが。誕生日は違うの。誕生日は昼ぐらいまで寝て、そっから動いてよ、動いてケーキ食べてよ。ケーキとなんかビーフシチュー。一人旅はねできないな。でき、多分やろうと思えばできるけど、なんかさ
やっぱ友達といる方が楽しいじゃないですか。いや、お仕事、そう、だからお仕事を充実してるからちょっと今週は疲れて寝たいなと思っちゃったんですけど、イエイイエイイエイ。いや、もうなんかね、一回寝すぎちゃうと一生眠くて本当にダメだなと思います。ちょっとね、もうちょっとお家掃除したいです、今日中に。低血圧、低血圧、あー、でもね、健康診断の時は正常だったけど、なんか低めに寄ってた気がする。うん、確かに。花粉症はね、ないと思う。なんかギリギリ正常の範囲内だった気がする。デミダイ、デミダイ、イエイイエイ、よいしょ。チクサキサキ、あ、そうなんだ。みんななんか会話しよう、暇だから。あ、すごい、今773人っていうことは、つまりな、な、み、さん大好き。すごい、ちょっとスクショしとこ、よいしょ、変わる前に。ナイスナイス。マイペースすぎる私、どうしよう。ナイス、運命だねこれは。こんばんは、こんばんは。ポコちゃん見てない。バレンタインチョコは作ります、なんと。あ、作る、あ、作る予定、一応。カーリング選手権、この間私なんか、なんか家でやろうとした気がする。カーリング選手権なんでやろうとしたんだっけ。なんかね、なんか急にカーリングっぽくやりたくなった。あ、あれだ、キャリーバッグ、キャリーバッグ、キャリーバッグをなんか、あの駅でなんかカーリングっぽくないって思ってやってました。おっと、誰に渡すだろうか。おっと、あ、デートはね、したことちゃんとありますから、みんな安心しな、安心しなって。誰、デートはし、デートはしたことありますぜ。壊してないよ、キャリー。ざわ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 。安心した、よかった。誰やって言うわけないじゃないですか。うん、え、でもまあアイドル卒業して、初めてのデートいつだっけな。デート、デートで、何がデートですかね。文集ですけど、詳しくなって、二人でご飯行ったらデートにはならんよ。ドライブしたことがあります。なんかそのえ、そう、なんかそのめっちゃ前になんかデートをしてた人がいたんですけど、
その人からなんかいつぐらい年末ぐらいに年末年明け年明けかな年明けだ年明けですよ年明け突然ね急にね久しぶり元気みたいなの来たんですよ。怖怖怖怖ってなってうりつけられなかった突然突然連絡が来てあげませんその人に詳しくだっていやなんかそれで突然何ってなってなんかその人はいや嬉しくないですあの嬉しくないしなんかその人あのいい意味印象がないんですよなんかあのだからあのデート約束してたのになんか寝落ちしてなんかあの連絡来なくてもう全然なんかそういうなんだろうちゃんとしてないなんか約束とかをちゃんと守んない人でそう来ないみたいなそうだからで私はもう嫌だってなったんですねあ付き合ってないですその人全然付き合ってないんですけどその人から連絡来たから なんで急にってなってめマジでなんで急にみたいなそうでなんかしたら久しぶりにご飯でも行こうよみたいな久しぶりってなんか言われてで普通さなんかさ断るにしてもさなんかちょっとさ言い方あるじゃん私ね行こうよと思ってやだって返しましたそう普通多分やだって返ってくると思わないじゃんなんかまあちょっと忙しいから機会があったらねとか言って逃げるじゃん普通わかるなんか普通のさ感じだったらそうやだって2文字で返したそうでしたらなんか嫌なんなんかえ嫌だなんみたいなってなんか何で来たんだっけうん嫌だって返した楽しかったそのLINEくそそ嫌だなんでってなんでって聞かれて なんで急になんでってなったんですけどそうその LINE が楽しかったなっていう話ですあ僕はエダスタンプ持ってなかったそうなんかいや久しぶりになんかご飯でもって嫌だってその後なんか既読無視多分どっかで私が既読無視しちゃいました誰ユキナに嫌だと言われたいのファンレベルが10に上がりました誰だよこれは誰だよアーサーさんやん同じです1個上ですこの日1個上でしたレビオメですそれが最近新年のね面白かった話ですねうんなんか話が二転三転してるぜ次回作か誰か私に連絡が来たらまたやだを使いたいと思います来るような旋律ザンミト像の渦で美しく踊ろう無音
なんかありますか、みんな、なんか話題がない、話題がないぞ、いきなり話題がない、助けて。Thank you all、 お世話のままに I promise、 プロテクチューだった。おしりんは、おしりんどうなんだろう、ちょっとおしりんに電話してみようかな。お友達と遊びでのに返信来ないです。嫌われてるやん、ちょっと嫌われてるじゃんか。心配性のオタって重い？全然全然重くないんじゃない、わかんない。私は別に。本日の夕食は食べない、多分。でみんなにもね、もう一回ぐらいなんかね会いたいですね、なんかチェキ会とかなんかね。で最近ゆきなちゃんは大人っぽくなってる気がしてるので1年の4月と違ってだいぶ社会人っぽく大人っぽくなってると思うんですよ。そう、それをねみんなにね見せつけたいなと思います。お酒はないです、飲まないです。一人じゃ飲まないです。え、だってさ見て、このさ写真大人っぽくない？どう写真大人っぽいでしょ。肩とか足とか出してない、あ、足は出したりします。最近でもちょっと今年はなんかもうちょっとあの何もうちょっといい感じにあの大人っぽくなろうと思ってました。あ、じゃあもうちょっと大人っぽい写真見せてあげる。あとでインスタ載せようと思ったんですけど、赤楚衛二が好きってことは、うん、赤楚衛二くんに好き、似てるって言われてセクシーゾーンの人がいるんですか？どう大人っぽいくない？大人っぽい？どう？顔はちょっと見せられないです。ブスいんで。観覧車おしゃれじゃん。そうだな。大人っぽい写真？でさ、誕生日に載せた写真とかさ、大人っぽかったでしょ？あ、これとかどうですか？これとかどうですか？これとか顔を見せない私。お、ほら大人っぽいって。冬ですよ。葬式がひどい、ひどい、法事の会でひどい、みんなひどい。私のお気に入りの黒いコートひどい、みんな、あー、ひどい。お気に入りの黒いコートなのに2万円もしたのに2万円もしたのに最近毛玉になってきました、ヘビロテしすぎで。2万円もしたんですよ。私いつも1万円のコートしか買ってない。高くて1万円だったのに。いやもう奮発、気に入ったコートがなくて、これ以外に気に入るものがなくて、もうこれだと思って2万円のコートを買いました、奮発して
2万円アピールしとこう。そんな高くないのかな、コートで2万円って。私的に世界一高すぎるって思ったんですけど。ね、高いよね。高嶺の花子さんが流れます。普通なの？私からしたらもう高すぎる。私だって本当に安物しか買ってないんで基本。いや、モンクレールとかそれのようなと比較しないでください。お願いですから。無理です無理です。なんだろうな、東京名古屋往復できる、それな。マジでそれね。なんかいい写真ないかな。いい写真、みんなに大人っぽくなったねって言われる写真。する黒魔術はいなし。写真がないぞ、写真がないぞ。写真がない。ねえ、食費とか全部値上げでさ、やばいよね。マジでやばいよね。お金やばいよね。メガネ女子の写真はないです。なるわけないか。チャラチャチャチャラチャ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 ラチャ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 。写真がないよ、みんな。写真がね、出費はどんどん上がるのにね。今無理だよ、今もうボサボサすっぴんだから。え、ヨーグルトそんな違うの？怖っ、マジ。やばいね、写真かな。あんま一人で写るやつなんかないんだよな。お友達とかと写っちゃってるな。ないか、夏のまもな、あれもの元へ。なんだろう、今探してます、一生懸命。写真がない、写真がないよ、写真がない。写真がない。あ、じゃあちょっと大人っぽく見えちゃった。どうだどうだ、スーツとかないです。どう、大人っぽい。じゃん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 。どう？みんな。そう、性格、そうなんだよね。やった！カラキタポッポさんは優しい。ケンさんも可愛いって、子供っぽくないらしいけど、可愛いって言ったけど優しい。アサさんも優しい。もう少しアップは、ツイッターに載せましたよ。ツイッターに載せた。
じゃあなんだろうな、どれ何がいいかな。いい写真でしょ。写真がないのよ私。これはでも結構前ですね。女子プロってどういうこと。これはね結構前の写真、2ヶ月前ぐらい。君の言葉を僕らは思い出すだろう。そこはねデートでした。デートで行きました。まるまるさんと。癒してくれた白い花のカレンさん、可愛いは嬉しい。赤楚さんと言ってたらすごいよ。人生変わってるわ。今は何も変わらぬスタンス、仲間たちが自由を。金魚見たのです。アートアクアリウム行きました。そうこれはね友達とデートしてました。あ、そうですね。なんかいい写真ないかな。なんだろうな、いい写真がな。いい写真か。そうですね。いい写真がない。あー、オチリンとの写真。オチリンとの写真でいいんないかな。金魚に夢中、金魚めっちゃ夢中になったよ私も。オチリンとツーショットだからさ、オチリンの顔がバレちゃうわ。まあ、オチリン可愛いからバレてもいいと思います。ないな。なんかないかな。なんだろう。お写真どこかしら。あ、これがいいね。これがね。写メ会、チェキ会のことですか。チェキ会ですね。よいしょ。おしりんが世界に見つかっちゃう。お寿司食べに行ってないよ。これどう、これどう。彼氏、左側彼氏。
左側はカルピでございます。イエーイ。私のカルピ。カルピッピー。オレンジ色になったらモテるかもしらんよみんな。今まるで、ま、今がモテてないみたいな言い方をしてしまいました。失礼失礼。否定はせんけどもって言っちゃってるよ自分で。私も永遠悲しい。うん、みかんはなんか実際中身そんなオレンジじゃないから、なんだろう、柿の皮、柿をいっぱい食べるんだ。柿さ食べたいけど当たっちゃったからな。でも食べたいな、また。でも初めて当たったよ。やっぱ岡山の牡蠣がいいな。なんかあるやつ、みんな私に聞いときたいことありますか？身長は 159. 何ぼかぐらいです多分。でも多分今日いっぱい寝たから160センチになってるかもしれません。バレンタインさ何作ったらいいかな。ホワイトデーのお返しは、ホワイトデーはなんだろう、何が欲しいかな、わかんない。化粧水化粧水と、あ、今ね、眉毛描くやつ買いたいです。え、ねえ聞いてや聞いてや、4月30さ、私さ見に行けないかもしんないの。もう見に行く気満々だったんですけど、そう、ちょっとマジでどうしようってめっちゃ考えてる。マジでどうしよう。違うの、あのね、ちょ、もう、いや絶対行くって思ってたんですけど、じゃ あ違うの、まずその休めないお仕事が入るかもしれない、休みにくい、なんかあんま休んだら申し訳ないなみたいな可能性がある。そしてその次、どうしてもちょっと実家に帰らなきゃいけない予定があるみたいな、その付近で、なので行けないかもしれないっていう。お見合いとかじゃないよ。あの、な、何あの法事的な、そういう系、そういう系があるので、そう、そうだから行けないかもしれないの。でもさ、どっちもさ捨てられないわけですわ。そうなの、どっちも捨てられないわけですよ。いいと思う。
岡山もくっってなってます今。じゃあそれでしかも仕事とかなったらくっって感じですよ本当に。でも仕事はね私休みたくないんですよあんまり。そう、チャクラネットコ懐かしい。そうだからさ、あの何、もし私がさエイトのコンサートにさ行けなかったとするじゃないですか、もしもしさ、もし行けなくてもさ、あのアンチしないでくださいね。なんかあの来てない非常者みたいなさ、わかります？それ叩かれるの嫌なんですよ私だってさ絶対さ、なんかさ来た卒業生とかでリストアップする人絶対いいんじゃん、なんかわかんないけど いそうじゃん。でさ来てないとか言ってさ非常者みたいなさ、やめてと、ここにねいないとは信じておりますが嘘ですでマジで見に行きたい、マジで見に行きたいの。でも見に行く気満々だったんですけど、でもスケジュール帳を見たら、え待ってこれってマジ、えマジか、もしかしてえいけないやつ、みたいななったんですよ本当に。つい最近もう本当にどうしよう。シンガポールなんでシンガポール、まさかシンガポール。早いねチケットもホテルも取った、素晴らしい。ねもう行きたいなコンサート。絶対行こう、行きたい。Let's do it。いや行きたいけど、行きたいけどちょっと考えものですね。まあそんな感じで1時間経つんで、そろそろ配信を終わりたいと思っております。ランキングを読みます、いきます。13位ナルナルチさんありがとうございます。12位ノリノンさんありがとうございます。11位ジャンさんありがとうございます。10位 N さんありがとうございます。9位本兵衛さんありがとうございます。8位ミヤさんありがとうございます。7位福丹さんありがとうございます。6位トリミコジさんありがとうございます。5位カキダポッポさんありがとうございます。4位キナジーさんありがとうございます。3位マナミヤチャケランさんありがとうございます。2位ヨシさんありがとうございます。1位アーサーさんありがとうございます。お兄ちゃんにも伝えておきますありがとうございました。ということでみんな、また今度こそ顔出しするかな、わからんけどじゃあねバイバーイ。